はい、こんにちは。公立中高一貫校対策講座、グラフ表に強くなる、今回は日本の林業について、勉強したいと思います。はい、ちょっと問題見てみよう。次の会話文とグラフを参考にして問いに答えなさい。うん、今日は学校で林業について勉強したんだって。うん、6年生の人たちはもうすでに勉強しているはず。大丈夫だね。はい、そうなんだ。日本の林業は元気がなくなってきているんだって。衰退の原因はどういうことなんだろう。衰退っていうのは元気がなくなるってことだよね。うん、日本の林業にはいろんな課題があるんだよ。うん、もう少し詳しく知りたいな。ここにグラフがあるから一緒に見ながら考えてみよう。うん、準備がいいですね。グラフが3つも、ね。はい、グラフの1番。グラフの1は、タイトル、日本の林業就業者数と高齢化率。長いね、タイトル。ね、高齢化率、括弧65歳以上の占める割合の推移。日本の林業就業者数と、高齢化率、括弧65歳以上の占める割合の推移。なんでこんなに長いんだろう。っていうと、実はこれは、前にもやったことがありますが、二項軸グラフ。右と左で2つの、単位がある。2つの軸があるよ。縦軸だよ。左側が人だから、これは実際の数だね。右側パーセント、これは率だね。いい？2つの 軸についてちゃんと頭に入れておきましょう。で、今度項目、判例を見てみましょう。この棒グラフになってるのが林業就業者数。これが左側のこの人が単位になってるんだね。はい。折れ線グラフになっているのは2つ。林業の高齢化率っていうのと、全産業の高齢化率。これは率ってことは割合だ。うん。パーセントがちゃんと右側の軸にはついています。それが、1965年から2005年。いい？時間の流れ、時系列考えてどういう風に変化しているのかということを見ましょうというグラフ。じゃあグラフ2を見てみよう。グラフ2は積み上げ棒グラフだね。しまった、まずはタイトルだった。タイトルは溶剤供給量の変化。溶剤っていうのは何かっていうと、建築溶剤とかあるんだけど、用途によってもね、呼び方いろいろありますが、建築であるとか家具、ね、そういうものに使う、木材のことを溶剤と言います。ね、この溶剤が溶剤の供給量、がどのように変化をしたのか、まずは棒グラフ的に見ること。それと積み上げ棒グラフの場合は、割合だね。それぞれのこれだったら年、ね、1960年、1970年、1980年、ね、それぞれの、全体の合計の中で輸入溶剤と国産溶剤がどのような割合で、存在しているかっていうことがパッとわかるはず。グラフの3番、これは単なる折れ線グラフ。いいかな。さあ、グラフの3番であればタイトル、丸太の価格の推移。じゃあ丸太の価格ってどういうふうに移り変わっていったんだろう。変化流れを、抑えましょう。さあ問題を見てみよう。括弧1番、1965年と、2005年の林業就業者のうち65歳以上の高齢者の人数をそれぞれ求めなさい。答えは1000の位までの概数で答えなさい。いいかな。これグラフ1を使えばいいね。グラフの1ではそれぞれ、就業者数の合計というのが棒グラフで表してあります。その中で林業の高齢化率なんだから、林業就業者の、中での、高齢化率なんだから、この実践っていうのは、あの、点々点じゃない方ね、点線じゃない方の割合を使って計算してあげればいいということ。
いいかな。1965年であれば、全体棒グラフを見ると26万2432人、ね、林業就業者がいる中で、その中の 4% が65歳以上だから、全体に 0.04 をかけて、計算すればいいということ。2005年であれば全体は 46,618 人、随分減ったね。約6分の1ね。その中で 26% も65歳以上の高齢者がいる。 46,618 に 0.26 をかける。ただ大事なのは、そこまではいいんだけれども、ミスをしないことはもちろんだけれども、この処理の仕方、最終的な処理、いいかい。今回は答えは千の位までの概数で答えなさいということは、何の位を四捨五入するのか、千の位まで必要だということは、百の位で四捨五入をすること、ね、で処理をしてください。そうするとね、1965年が1万人、2005年には、1万2000人ということになる。こんなに減ってるのに、65歳以上の高齢者の数自体は増えてるんだね。65歳以上で林業をやってる人っていうのはむしろ増えてるということがわかるね。はい、括弧2番、グラフ1からわかることを書きなさい、あ、答えなさいっていうんだから、グラフ1、二項軸グラフだってことを言ったよね。まず一つ書かなければいけないのは棒グラフ、ね、全体の合計がどのように変化をしたのか、それを書いた上で、今度は高齢化率のことについて書かなければいけない。でもね、これ項目、就業者数と林業の高齢化率、全産業の高齢化率、3つあるけれども、この折れ線グラフの方は何のために2つあるのか、それは比べるためです、ね、全産業ってことは日本の国ではどうなのかってことを、一般的なことを話した上で林業の特徴を明らかにしようということ、ね、いい？こう見ていくと、ね、まずは棒グラフ、いい？林業就業者数自体は5年ごとにどんどん減少しているね。一方、高齢化率の折れ線グラフでは、1965年の時は全産業と林業とでは変わらない 4% だったにもかかわらず、だん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 年を減るにつれて差が広がってるよね。全産業は2005年、それまでで一番多いは多いんだけど 9%、林業の場合はっていうと 26% もいるということ。このこんなに増えたんだよっていうことを強調するっていうのは非常に大事なこと。いい？じゃあ答えはこういうのでいかがでしょうか。日本の林業就業者数は1965年から2005年のまでの間に26万2432人から46,618人、約6分の1に減っている。また林業就業者のうち65歳以上が占める割合、まあ高齢化率ってことだね。これは1965年には全産業と、変わらない 4% だったのが、2005年には全産業が 9% に対して林業では 26%、 非常に高くなってるね。ここのところっていうのはすごい大事だよね。日本は高齢化社会とかって言うけれども、特にこの林業、ね、非常に高齢化進んでいるよ、ね、もう 26% って言ったら高齢化どころじゃないよね。もう超高齢産業になっちゃってる。いいかな。これはね、考えてみれば林業、木を倒してどうこうするって言ったらかなり体力使いそうだよね。大変そうだよね。うん、非常に大きな問題だね。はい、
次、括弧の3番です。グラフ1から3を参考に日本の林業を立て直すためのアイデアを答えなさい。またなぜそのアイデアが良いのかあなたが考えた理由を書きなさい、ね、ここで、グラフの2と3が関連してくる。いい？これを根拠にしなきゃいい。参考にって書いてあるけれども、参考にっていうのは参考にしたよとかっていうことじゃなくて、これを根拠にしろってことなんだよ、ね、まずはグラフの2見てみると、ねこういうことになる。溶剤供給量は全体としては1990年をピークにそれから先は減ってはいるけれども、減ってはいるということがわかる。その中で、国産の溶剤ってどうだろうって見たときに、1960年が、4,900万6,000立方メートル、ね、だったのが2010年には1,823万6,000立方メートル、ね、ずいぶん減ってるね。それは割合的に見てもどうだろう。1960年は全体のうちのほとんどが国産溶剤だったのに、それ以降、ね、1970年では半分ぐらいになって、今ではほとんどが輸入溶剤。ね。いい？輸入溶剤に取って変わっちゃってるよっていうことがわかる。はい。グラフの3番では、1980年をピークに、杉の丸太もヒノキの丸太も、ね、価格が下がっているということがわかる。これらのグラフをもう一歩進めて考えてみようか。いい？これらのグラフを根拠にして参考にして、今度は立て直すためのアイデアを出さなきゃいけないからね。なんでだろうって考えたときに、いい？グラフの2では、安い輸入溶剤が入ってきた。ね、輸入溶剤ってのは安いよね。そうすると、国産溶剤は使われなくなっちゃうじゃない？安い方がいいってなっちゃうでしょ？そうすると、どんどん、国産材使わなくなったら日本の林業従事者って減っていくよね。っていうことは、国産溶剤を使うようにするね、どうやって国産溶剤を増やすのかっていうのが林業立て直しのアイデアの一つのポイント。グラフの3ではね、価格が安かったらたくさん売ってもお金は少ないだろうし、そもそもたくさん売れない。丸太の価格が下がったんじゃ林業やっててもなっていうふうになるよね。じゃあ丸太の価格をもうちょっと上げて、ね、売れるようにしようと思ったらどうするのか。必要があれば値段は上がるはずだ。じゃあどうやったらね、需要が増えるのかってことを考えよう。そしてそもそもグラフの1では林業の問題点っていうのは高齢化率、ね、65歳以上の、高齢者が林業になっているということを、じゃあ逆に立て直すためには若い人が林業をするようになればいい。こういうところから攻めていこう、ね。そうするとこういうことではいかがでしょうか。いい？例えば、全国の小中学校で、鉄製とか、あとは、合板とかじゃなくて、国産の木材を使った机なんかどうでしょう。私も家に欲しいな。ね。そうすれば、国産溶剤を使った製品を買うようにすれば、国産溶剤たくさん必要にあり、価格も高くなるって考えられるよね。そうすれば林業で働く人たちの収入も増えて生活安定するよね。確かにこんなに木材、ね、国産の溶剤を使わないんだったら生活安定しないもんね。はい。
ね、林業で働く人たちの収入が増えて安定、生活が安定するので、これから林業をしようと考える若い人も増えるのではないか。ね、さらに、また小さい頃から木の良さ、ね、親しんでいると、大人になっても国産の木工製品を 愛用することも考えられる。うん、例えば、君たちのお父さんお母さんなんかでも、ね、みんな知ってるかな、あの、給食が出るレストランみたいな。やっぱり小学校の時に食べた給食、あの揚げパンが食べたいなとかね、懐かしさ、その美味しさとか分かっていれば、またもう一回食べたいなって大人になってから思うだろうし、やっぱり学校で勉強するのもね、もちろんちょっと国産のね、国産の溶剤を使った製品だとちょっと高いかもしれないけど、でもやっぱり嬉しいよね。例えばそういう観点、別にこれに限らずだけれども、そういう観点があると、ね、将来また使いたいなって思うかもしれない。さあ、もうちょっと、追加して知っておくといいこと。一歩前へって。林業をする人を増やすためにっていうんだけど、今回の問題はグラフ1にもあるように、最も大きな課題っていうのは確かに林業就業者数と、林業就業者数が減っていることと高齢化、ね、だけれどもこれは林業だけではありません、ね、農業もそうだし漁業もそう、第一次産業共通の課題だってこと。ただまあ、農業とか、漁業に関しては直接食べなきゃ、ね、人間生きていけないから、もっとダイレクトに、課題としてなるから、うん、林業に比べれば、いろんな人がもっと盛んにしなきゃなっていうのを言ってる人は多いね、うん、またグラフ2にもあるように、他国との貿易や自給率の面からも課題は見えてくる、ね、だけど実はね、これ意外と知られてないんだけど、日本ってものすごい森林面積が多いんです。いい、実は国土の 60% は森林なので、さらに言うとそのうちの 40% っていうのは林業用の人工林と言います。いい、人工林っていうのは何かっていうと、植林っていうんだけれども、日本の国内で、木材を使うためにまっすぐ伸びる、例えばヒノキとか杉なんかを植えて、それを育てて、それを伐採して、木材として使ってた。いい？ 60% の国土の 60% が森林で、そのうちの 40% は人工林。いい？この人工林っていうのは実はね、手がかかるというか、人間が手入れをしなければダメなんです。間伐っていうんだけども、育った木、何本か間引く。間引くっていうのは切っちゃうんです。そうやって、それぞれの木に日光がたくさん当たるようにする。あと下草なんかもそうだね。手をかけてあげなければ人工林というのはダメになってしまう。ね、木自体が元気なくなっちゃうの。ね、いい？で、その人工林の間伐、間引きをすることを、ね、間伐っていうんだけども、実はこの間伐っていうのが、この木材に大きく関係する。今は間伐材って言って、君たち、コンビニエンスストアとかお弁当屋さんで割り箸もらったことあると思うんだけども、ちょっと割り箸の端袋を見てください。間伐材を使ってますなんて書いてあると思うんだ、うん、この間伐材の使い方、ね、これっていうのも、国内での溶剤に大きく影響します、ね、うまく使ってあげることっていうのが大事だね、うん、最初ね、木材、あ、じゃない、林業が盛んになると木がたくさん伐採されて地球温暖化がとか CO2 がとかって思った人もいるかもしれないけれども、実はこの間伐をしてあげることによってより健全に元気に森林が育っていくということ、ね、これは覚えておいてください。あとはそのためにはやっぱり、ね、65歳以上の
老人じゃちょっと厳しいよね。君たちの身の回りで林業やってるって人少ないでしょ。やっぱりそこら辺の問題というのは大きいです。実際問題ね、いっぱい友達いるけど、私の友達の中では林業やってるのは一人だけかな。ね。はい。そんなところで今回はこれまでにしたいと思います。